感じてる勇気、それが大切なの。姉ちゃんこれできたやつでしょ、うんうん、それでさ、これどうやってつけるの？これがね、うん、あの襟付き肌襦袢っていうのが、肌襦袢を着て、うん、で長襦袢を着て、着物を着るでしょ、着る。でそれを普段着にね、すごい楽に着ようと思って、長襦袢を省略したいのよ。肌襦袢にすでに半襟がつけられるような大襟があって、うん、だけどお袖は肌襦袢だから筒袖なので、うん、でそこにもうすでに長襦袢と同じ大襟がついてるの。そういう襟付き肌襦袢を着て普段着着てたら、ここに、うん、序盤のお袖って覗かないんだけど、普段着は全然これで OK なのね、うんうん、だけどお外にいる時にこうちょっと寂しいし、でおしゃれしたい時には柄のお序盤が覗いてる方が素敵なので、こういう、うん、嘘つき袖を作っておいて、で着物の内側に縫い留めてしまうか、この襟付き肌序盤の肩にこれをくっつけておいて、で着物を着るとここからは序盤袖が覗くという。じゃあその筒袖のこの袖の短いものにこれを縫ってるの、くっつけてる、くっつけてるの。そうそうそう、それはこう縫うんじゃなくて、もう3点ぐらいで留めておけばそれで大丈夫。まあだから縫っちゃえばいいのね。3点ぐらい縫っちゃえばここに止まってしまう。そうそうそう、おー、へえ、すごい。だからいろんな柄でこれ作っておいたら、うん、ここから覗く柄いろいろで長襦袢いっぱい持ってるみたいです、うん、すごいね。だからおばあちゃんの頃は、うん、そういう袖なしの長襦袢で、あの足首まで丈のあるものとか、うんうんうん、あ、そう、そうそう、で、すごい、うん、それであの半襦袢、あのお尻までの丈で、うん、あの袖のない襟付き肌襦袢とか、いろんなタイプが、昔の方がね、いろいろ便利なものがあったんだね、うんうん、なぜなくなっちゃったの？着る人が減ったからだよ。みんなできるよ ね、本当だ。お姉ちゃんのは、うん、ほんと便利やね。何あの肌襦袢だと紐でこう押さえなきゃいけないでしょ。紐が少ない方が楽だよね。そうそうそう、それで T シャツに襟だけつけて、ここのところはもう、何お姉ちゃんずるいことしてる。あ、何これ、 T シャツだ、本当に。本当だ。でそれがこれなんだけど、これって何、おしゃれな T シャツでしょこれ。そう、これなんか、あ、これは普通のあれじゃない、あのカシュクール的な、お洋服の時は下にジーパン履いたりスカート履いたりっていう、できるよ普通に、T シャツなんだけど、ここのところに襟がつけられる、うん、ちょっと意味がわからないんだけど、これどういうこと。ここちょっとレースっていうか、うん、そこがボタンホールになってる。へえ、便利すぎないそれ、うん、これお姉ちゃん中に着てんの。そうそう、ずるいずるいずるい。ちょっと被るだけでね、後ろ襟抜けるし、縦襟も抜けるので、そう、ちょっとね、ちょっとね、後ろがね、クリがね、普通の T シャツよりも大きくなってる。そうそうそう、どういう風につけるの、つけ方があるの。うん、ここのところをこうパチパチって挟み込んで、あ、これをどうするの、ここに。ここがボタンホールになってるから、ここにところに合わせてこうパチパチって、パチ つけれる、これ、これをパチン、あ、パチンって言った。そうそうそう、あ、すごい。で、これもここら辺にパチンって言ったら、うん、そうやってたるまないようにつけていって、何箇所あるんだろう。あとこっちの襟の前に見えてるところもスナップになってるから、ここもパチパチってつけていけばそれで完成。これ今着てるの。そうそう、だからおばあちゃん、わからない、わからない、わからない。おばあちゃんが着てた襟付き肌襦袢の T シャツ型、おばあちゃんが着てた襟付き肌襦袢の現代版。現代版、うん、なるほど。襟付き肌襦袢じゃ当然外出られないやんか。でもこの T シャツだったら出られるでしょ。この襟外してお洋服用に使う、うん、だからさっきみたいに一生懸命縫ったお袖、うんうん、もうまたここにもつけられるよね。あ、そっか、違う袖も、そういうことだ。だからこれが土台の襟付き肌襦袢になるから、うんうん、あの嘘つき袖をこうやって作っておけば、ここにこうやってくっつけちゃえば、そうそうそう、お袖取り替えて、ここのところから違うから覗かせて、可愛いの作って、これはいいわ。じゃあでもこれ今度この楽ちんのやつを着てお出かけしたいなって感じ、うんうんうん、いいの。お袖も頑張ってたくさん作ったそうです。やったー、ありがとう、楽しみだな。
ということで次のあっちゃんからの便りも届いてますよ。なんかねどっか出かけるって言ってたような気がするんだけれども、うん、今日は何でしょうか。どこに出かけたのかのポチ。ですね、すごい。何が入ってんやろ。待って、お寿司屋さんだったんだね。でも高級というよりルシーファーストフード、うん、そうみたいな感じ、うんうん、ヘルシーですごい、まあ、江戸時代もこれヘルシーだったんじゃないかっていうの ね言ってるんだけど、見たあのドラゴンロール、うん、それからもう一個なんだっけスパイダーロール何かなと思ったらさ、中にエビが入ってるの、まあ、そうだけどねそうだけどドラゴンっぽいけど、でもすごい工夫してたのね、うん、並べ方をこうドラゴンっぽく一個一個がすごい大きいの、ね、あちゃんパクリおパクリどんだけ食べるの三杯酢につけて食べるっていう不思議な感じ、お寿司をお酢につけて食べるすごいな、うん、でもカナダで日本の文化がこうやってつながってるっていうのは嬉しいよね、うんうん、いや次どこにまた食べに行くって言ってたよね飲むか食べるしかないみたいな、まあ、そういうの好きだけど、うん、あっちゃんじゃ あの今度は肝臓じゃなくてですね胃腸の方もいたわっていただいて次のお便り待ってます。